どうも、私は古き良きを愛する者です。私の名前はなおちゃんと言います。はい、今回もね、始めていきたいと思います。いや、ほんとね、いつもね、リスナーさんね、見に来ていただきましてね、ありがとうございます。チャンネル登録ね、高評価、ほんとにね、皆さんありがとうございます。これからもね、よろしくお願いいたします。私ね、頑張りますんでね、よろしくお願いします。いやー、最近ですね、私の動画をね、見た方はね、知ってるかと思うんですけども、私ね、子供2人いるんですよ。男の子なんですけどね、長男、次男なんですけども、私ね、ほら、こうやってびっくりマンシール、わーとかって飾ってるじゃないですか。ね、長男なんか、次男なんかもそうなんですけどもね、これ目の当たりにするわけですよ。綺麗だなーってね、見るわけですよ。長男はね、まだ6歳なんですよ。ね、小学校まだ入る前なんですけども、やっぱこういうものにはね、興味やっぱ示すんですよね。妻がたまたまね、ウルトラマンシールチョコスナックっていうのをね、見つけたんですよ。私にね、報告してきたんですね。そんなのがあるよと。私もね、おお、なるほどと思ってね、ちょっと興味をね、示しましてね、いろいろ私調べてみたんですよね。あんまりないね、企画だったらしいんでね、私もちょっとね、買ってね、コンプしてみようかと思ったんですよ。それがこれなんですけどもね。こちらなんですけどもね。なかなかね、綺麗は綺麗なんですよね。綺麗は綺麗ですよ。なかなか綺麗は綺麗。全部揃えました。これやっぱあれですかね、オフセット印刷なんでしょうかね。オフセット印刷。やっぱりこれ経年劣化していっちゃうんでしょうかね。できればね、これ息子がね、ちょっとこう、まず一発目のね、思い出がこうね、詰まったね、シールなんでね、私と一緒にね、探しに行ったりとかして、一生懸命ね、集めたんですよ。ね、息子ともね、動画撮りましたしね。本当にね、ちょっと思い出深いシールなんでね、ダメにならないでほしいなと私思ってるんですよね。こちらはね、皆さん知っての通りね、第1弾からね、第16弾までのね、チョコの、このビックリマンのシールはね、全部シルク印刷なんですよね。非常にね、手の込んだね、コストのかかるね、印刷の仕方なんですよ。ね。いや、だからね、もうシルク印刷に全部しちゃえばいいのになってね、思うんですよね。そんなに生産しないんだったらね、やっぱりね、コスト重視なんでしょうかね。あまり金かかんないようにしてね。でもね、後々にね、引き継ぐんだったら絶対シルク印刷がいいと思うんですよね。そういうね、古き良きをね、知ってる方はね、例えばシルキモさんとかもそうなんですけどもね、やっぱ良さをね、やっぱりね、引き継いでほしいんですよね。このね、長男のシールですけどもね、アルバム、バインダー買ったんでね、ファイリングしてね、管理していきますけどもね、私にでもね、こうやってね、持つの結構好きなんですよ。こうやって持つの結構好きなんですよ。こうやってね、ちゃんと入れるのもいいんですけども、ね、こうやって飾るのもいいんですけども、私ね、こうやって持つの好きなんですよ。こうやって持つのは好きなんですよ。こうやって見るのはね、すごく好きなんですね。本当にね、もう昔からのね、私もビックリマンのね、もう古いね、初代の人間なんでね、ギュってこうやってね、分厚く持つの好きなんですよ。で、こうやってね、バラ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 ってね、買ってね、見るのがね、ものすごくね、これ好きなんですよ、これ。もうほんと小学生の時から私こうやってね、見てね、持ってましたんでね。輪ゴムでね、止めたりはしませんけども、当然ね。だけどもね、こうやって持ってね、見るのね、ものすごく好きなんですよ。ものすごく好きなんですね。はい、ちょっとね、雑談これぐらいにしてね、ちょっと本題に行きましょうか。はい、こちらですね。さあ、これなんだかわかりますかね。当然ね、お分かりでしょう。こちら。チョコ版のね、第6弾の悪魔ヘッドですね。ブラックゼウスですね。みんな大好き、ブラックゼウスですよ。ね、私も当然大好きですね。ブラックゼウス。そこにもね、同じようにね、飾ってますけども、こちら手に取る用のね、ブラックゼウスなんですけどもね。ブラックゼウスかっこいいですよね。やっぱりかっこいいんですよ、ブラックゼウスっていうのは。もう最高ですよね。このブラックゼウスはね、第6弾のね、悪魔ヘッドなんですよ。ほんと大人気ですよね。ブラックジュース。ホロセレクションでもね、出てきたりもしてるぐらいなんですけども、ともかくね、これ人気なんですよ、ブラックジュースは。私もこれ大好きですね。いろいろと買って、いろいろとブラックジュースで調べてね、スマホで見てたんですよ。そしたらね、ちょっととんでもないシール見つけちゃったんですよね。この機会に皆さんにちょっとね、お見せしておこうかなと思ってます。そのシールはね、結構マイナーなシールなんですよ。以前ね、動画にね、したこのシール覚えてますかね。
はい、こちらのね、まあ、シールなんですけどもね、まあ、ガシャキドクロっていうね、まあかなりね、ホロホロなね、まあシールなんですよ。まあこちらのシールはね、ときめき妖怪鬼退治っていうね、まあシリーズのシールなんですよね。まあそのうちの一枚なんですけども、まあこれをね、まあ作られた方はね、まあ考えられた方は、阿川さんって方なんですよ。まあびっくり、まあリスペクトしてるね、まあ、方だと思うんですよ。その方がね、作ったね、まあシールがね、私もすごいなと思ったんですよ。ついつい買っちゃったんですけどね、それちょっとご紹介しますね。それがね、こちらですよ。うわー、すごいですね。ホロホロですね。やばくないですか、これ。はい、こちらですね。ときめき妖怪鬼退治第4弾のですね、シークレットなんですね。ブラック姫子って言うんですよ。ブラック姫子。これもブラックゼウスのね、もうこれ末裔ですね。阿川さんはね、あのブラックゼウスをね、リスペクトしてね、このね、ブラック姫子。こちらの人が考えられたんだと思うんですよ。おじいさんをね、女の子にしてね、若くして、ブラックゼウスみたいにしたらどうだという、きっとね、考えがあったんでしょうね。わかりませんけども。でもね、すごいなと思ったんですよ。まさにね、もう現代に蘇ったね、ブラックゼウスですね。いやー、すっごいな。これ派手じゃないですか？どうですか、皆さん。これ、ブラック姫子。まあ、ちょっとね、値は張りましたけども、まあ一枚ぐらいね、ちょっと持っててもいいかなと思ってね、ちょっと思い切って買いました。いやー、やばいでしょ、これ。この盾とかもね、般若の盾なんですけどね、3D で動くんですよ。魔性ネロみたいに、魔性ネロのね、顔みたいに動くんですよ。やばいっすよね。とんでもないセンスしてますね、阿川さん。ブラックゼウスを知ってるからこそ、このね、ブラック姫子っていうのはね、うわ、すげえなって余計に思うんですよ。ねえ、ブラックゼウスとね、ちょっとね、もうコラボさせたいんですよ。まあ、せっかくなんでね、もうこうやってね、ブラックゼウスとね、ブラック姫子をね、こう並べてね、もうじっくり見たいと思います。いやー、本当に鳥肌立ちますね。いや、なんてホログラムって綺麗なんだろう。まあ、当然私、プリズムも好きですけどもね、キラも好きなんですけども、やっぱりね、このホログラムっていうのはね、ちょっとね、やばいですね、自分の中では。これはやばい。このコラボはやばいな。この2枚の組み合わせ。最高ですよね。最高。いやー、なかなかいいなー。贅沢ですよね。贅沢ですよ。本当に。まあ動画撮り終わったら私はね、まあちょっとね、甘酒を飲みながらね、このシールまたね、じっくりね、うん、じっくり眺めますけども、いやー、本当にすごいなと思うんですよ。ねえ、ホログラムってかっこいいですよね。どうしても入手したかったシール、このブラック姫子をね、うん、入手しました。入手できました。ちょっと割り高だったんですけどもね、このブラックゼウスとね、並べてね、ちょっと見てみたかったんですよ。いやー、本当に最高ですよ。いやー、本当ホログラムは素敵ですね。まあね、まあ、阿川さんって方はね、まあこうやってね、ビックリマンシールをリスペクトしてね、いろいろシールも考えてますけどもね、やっぱりね、シールってね、和むんですよ。本当に。で、またね、まあこういう古いシールもね、こう眺めてるとね、ほんと癒されますしね、こういったシールをね、またね、眺められるっていうのもね、まあ幸せかなと思うんですね。ほんと贅沢な時間だと思いますよ。また私ね、もうプライベートくっそ忙しいんですけども、こういうね、ほんとわずかな時間がね、本当にね、まあ、幸せだなとも思いますね。まあこれ、リスナーさんね、皆さんね、これ、本当にね、共感していただけたらね、嬉しいなと思いますよ。まあ、皆さんもシールね、もう集めてみてください。ほんと。なかなかいいもんですよ。古いね、思い出があるシールなんかね、集めると、なおさらね、もうね、たまんないっすよ。たまんない。いや、いいですね。はい。今回の動画はね、こんなところで、終わりたいと思います。いや、本当ね、皆さんね、いつもね、見に来てくださいまして、ありがとうございます。ね、チャンネル登録、高評価、コメントまでいただきましてね、ありがとうございます。いや、皆さん、これからもね、どうぞね、よろしくお願いします。はい。それでは、今回の動画はこれで終わりたいと思います。皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。